これが十何年とか続くって考えた時にストレスだろうなそれに相談しましょう。お会いしようって独身なんで14年目14年。いちいち行ってこないでほしいって言ってたじゃないですか。電気つけっぱなしだよとかも、この一目盛りだけあってもしょうがないから、ね、じゃあ入れちゃえるよ。だけどな、入れみたいになってきた。もう前回喧嘩したらすぐ出てきたから、子供を捨ててでもその女と。いやそれ関係ない、別に子供は捨ててない。ワンちゃんみたいな感じだったから、別に子供は捨ててない。お互いに五分五分ぐらいなのかぐらいで闇は多分本当にヤバいと思う。言い方だよ、全てが。自分でもヤバいなと思う自分で言った後に思ってる。最近ちょっとアシスタント以下が行くんですよ楽だとか言って。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、俺が撮るじゃん。何の話ですか。はい、お疲れ様です。今日はなんかミオが本当に真剣になんか言ったから、もう俺に相談しましょう。お会いしようって。独身なんで。その賞に言えよと。結婚何年目ですか。奥さんと。結婚生活突然すぎんから。なんでその奥さんの話になるとちょっと出れるんですか。いいな、まあ、全然違う話から。何年目だろう。14年ぐらい。14ですよ。まだこちら2年なんですよ。うん、ここじゃないうっぞ悩みがあるの？悩みっていうか、この前井村さんと、いちいち行ってこないでほしいって言ってたじゃないですか。電気つけっぱなしだよとかも、小さいことを言わないでほしい。だってコーヒーでちょっとしか入ってないペットボトル冷蔵庫に入れたりするんですよ。井村さん。あ、お前が家で。いや、なんかそのお茶とか飲むとかじゃない、まあ、コーヒーじゃなくてコップ入れて、で、もうほんのちょっとじゃないですか、まあ、一口二口ぐらい余ってるやつを、自分はいらんからまた入れるわけですよ、冷蔵庫に。そしたら、そんなちょこっと入れないでほしいマジでそこ。いや、何って、そのなんか買い物にちょっと邪魔だなと思う。買ってきて、新しいの買ってきたはいいけど、冷やすのにも邪魔。そう、堀川はそれがあるの。あ、そうになります。うわ、男の人だなと思ったもん、ミオ。じゃ、女でもあるでしょ、これは。え、ないでしょ、どれかいらんと思う。だからミオから中途半端入れるなみたいな。そう、じゃ中途半端っていうか、例えばこのペットボトルで、この一目盛りだけあってもしょうがないから、ね。あ、まあ、じゃあ入れちゃえよだけどな。入れちゃえよか、まあ入らないやったら飲めよって感じですか。捨てるんだし、もうラッパ飲みでもしてくれよ違うものを入れたいから絶対邪魔だよねって、この一目盛りしか入ってないようなコーヒーのペットボトルを入れられるとっていうそういうのは怒られるんだけど。いや、怒られたいです。いや、でも奥さんめっちゃできてる。あ、全然怒らんの。いや、でも怒られる理由は分からんすほら、これこれだね。全然そんだけど怒られる意味。いや、逆にお前そう怒る。怒るとかじゃない、なんでこれを入れたんだろうなって思う、いや、うぜえなと思っちゃう。いや、そこら残ってるから邪魔だろって思っちゃう捨てる選択しないでしょ。このワンメモリだったら、ここ、まあワンメモリだったら、まあここからこれお茶だったら飲むけど、そこなら余裕で残すよ、俺は。残すでしょ。ここはそこだったら、お茶だったら飲むかも。コーヒーだったら。コーヒーってか。逆になんかパーって、コーヒーってガブリ。そこ、大体でもお前、この、俺の時間を取っといて、相談するとこそこ。そういう細かいことを言わないでほしいって言ってくるんですよ。でもじゃあこっちは、じゃあ黙ってやるけど、一生治らないよね、みたいな。一生こっちなんか家政婦みたいに電気も消して、あれしてみたいなの。リンキーさんの消し忘れてか、なんか多分意識してない、無意識。ああ、いや男の方が電気を結構消すんじゃない。俺結構電気消す派だけどね、多分。いや、見るのも見た。そうです。結局こっちが気づいて消しとることもいちいち言わないんだよね。ああ、だからやっぱ、女はそう言うから。全然なんか別に言いたい、一回一回言いたい。お前言う、靴下の切っ放しとか電気つけっぱなし。靴下は別に、そのなんか洗濯に匂いがついてるの持っていくから、そこは気にならないけど。あ、じゃあいつもこんなところに並んでよとか。あ、そういうのも。全然ないの。机の上に置かれた時だけ、机の上を噛んでくれるって汚いからってなるだけで、別にそこまでない。洗濯機持ってってとかまではないけど、電気はもうこっち転がったら動きたくないから消してこいやって思っちゃう。ああ、わざわざ消しに行かなかったら、ね、そうそう、それが嫌だから。そういう時は言うけど、朝とかも机っぱなし。リモコンタイプにしたらいいじゃん。そうか、携帯でできるやつ今あるし、便利なやつ。竹があるぞ。俺はスイッチくださいくださいでもお前小さいこと、うまくいってんのお前なんか壊れかけとかではない、まだ2年だし。
でもね、そんなにでもちょっと悩むことなんだ。悩むことっていうか、なんかこれが十何年とか続くって考えた時にストレスだろうなそんなことお前どこで言っていいの、これ簡単に。じゃあお互いだね、お互いが言われるのもストレスだけ ど、ね、言わないようにしてこっちがやるのもストレスで、お互いストレスがたまるだろうなって思い、15年も続いてる秘訣とかもあるはずじゃん絶対。ああそうだよな、まあそれはあれだ、15年でしょう。子供3人3人、子供いつもストレス、秘訣もクソも多分あれじゃない、嫁が多分我慢しとるだけじゃないそういうタイプだそれじゃあさ、お前の中で堀川翔はなんかミオに対して我慢しとるだろうなっていうのを感じるの。めっちゃ感じる。例えばどういうところ。こっちわがまま言いたい放題なんで、うん、向こうは何、あ多分うざいと思ってんだろうな、鬱陶しいと思ってんだろうなって思うことがめっちゃあるけど、お前離婚するね。そうそう、だけどこっちも何意地っぱりだから、意地になると絶対やらないから、うん、相手うざがらせるぐらいやりたいっていうから、まあ絶対ストレス溜まってんだろうなって思いながら。えでもね、俺も若い時結婚してた、うん、何歳で結婚しようか。22とか3ぐらいです。多分4年5年ぐらいじゃないですか。でも18ぐらいはずっとでしょ。そうっす。マジで？お前じゃあ女奥さんしか知らんの。そうっすね。すごい笑顔、なんか怪しい、嫌な笑顔、めっちゃ嫌な笑顔。ってことでそういうことだよね。18から本来ならね。18からもう誰ともやってないってことでしょ。本来ならね。本来ならね。この笑顔怪しいです。いや喜んでる。だから分かるかなと思ったことあるの、なんか。いやでもそうないですね、別に。お前なんかあんまないよな、昔からそういうの。あんま聞かないな。楽ですもん。家出とかもないでしょ。家出もないっす。もう1週間ぐらい帰らなかった。1週間ぐらいですかね。喧嘩して？すぐ帰ってきたよ。1週間ぐらい。すぐ帰ってきた。でも家出って言わんぞ。お前の何？家出？家出させない。させないな。させない。だって、一緒に置いたないだろ。結局、なんだかんだ言って、ショーがおらんと寝れんとか言うんですよ。あ、そうだ、でもこいつそうこいつねえねえ、そういうバトルのこいつだよ、ね、こいつが惚れとんだよね、ミオが。だって家出させない理由もで、そのパターンがいいと思うけど、家出みたいになってきてあるの。もう出てくるわ。喧嘩したらすぐ出てきたがる。一緒にいたくないから向こう。で、お前何どうするの。でもミオは待てよみたいな家なんか出させん、ちょっと待てよみたいな感じで、それちょっと待てよちょっと待てよみたいな感じで、なんかドラマっぽくないけど、なんて言うの、なんて言うの、普通に、ね、なんか出てくるって意味がわかんないですって。もう出てこないもう一生帰ってこない。ちゃんと敬語で言うの。出てこない一生帰ってこないでっていう。堀川翔も泊まるの、そんなこと言って普通泊まらないや、うっせえ、じゃあ帰ってこんでいいわ、話してくれる。そう、うん、あじゃあもういいよ出て行くわっつってバーって出てきかけて、出て行くならいいけどもいやいや、なんかこうやってバーって話してさ、じゃあ例えばね、じゃあ俺はもう出てこわっつって玄関行くじゃん、これね、いや、もう出てない、一生懸命来ないで、これピーと戻ってきた。違う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 ん、感じになって、まあ、そこでわーってなって、ああまあもうなんかもうこっちももういいわと、出てきたら出てかせようと思うじゃん、こんな気をつけると、ああでだったらもうなんかもう子供にも一緒合わせないし、出てくなら二度と本当に帰ってこなくていい。子供いないのは別の話やろ。でもミオが本当に何言ってこの人にそのなんか出てった時の信用性はないわけですよ。だけどその もし女となんかじゃあ女100人作ってあいつがで子供いや合わせんじゃん、まだ全然違う話だから。いや俺これ世の男女に言いたい。何って、その子供ってそんなもんじゃないから。あ、じゃあそういうことじゃない。その別れた後に女ができるのはまだいい。関係ない、そこはもう見ようが。だけどなんかその結婚してます、子供いますって状態の時に不倫をしましたってなったら、うん、この子供を捨ててでもその女と、いやそれ関係ない、別に子供は捨ててない、ワンちゃんみたいな感じだったら子供は捨ててない。それ全然話が違うやん。だって子供がいてもそんなことしてるってことはもう親が、まあまあ、お父さんとしての自覚がないよなって思って、まあまあそういうことね、まあちょっとごめんなさい、さよならでって感じになっちゃうかなってそうなった場合は、もうお前あんまりうっさいようにしようか俺負けそうだね。まあこれが基本的には世間一般な考え方でしょ。さすがにで、あいつもう最近も知人やろ、あんま遊びに行かない、うん、まあそうだよね、だから感じが、あ、何1分前ですか、1分前か、あの、もう一回ちょっと続きどうかあ、暑いですよ。
はい、先ほどの続きですが、視聴者の皆さん、これちょっと間にね、結構がっつりミーティングしてみたんで、はい、ちょっとついてこれない方もあるかもしれませんが、はい、どうですか？何の秘訣ですか？何の相談ですか、逆に。逆にそうですね。じゃあその15年も続く秘訣。だからこの2年で、まだそんな別れたい、離婚とかしたいとかないけど、このチクチク言われる、言ってくる。お前が言い過ぎなんじゃない、きっと。いい、最近はもうちょっとなんか言うのやめようと思って言わないようにしてるけど。あ、言わないの。そうそう、だけどそれはそれでこっちもたまるじゃん。なんかもうどんだけ、なんかどんだけここの家に住めば電気消すようになるんだろうなとか。いや、もうそこは諦めるしかないじゃん。ふとした時に思っちゃうよねって。そこは諦めるしかないじゃん。センターライトにするしかないよね。貼ってあげるか、消灯って。そんなことしないといけない、ちょっと無理かなって。いや、ないって、まあ電気代払ってくれるの向こうだからいいかと思うけど。うん、だからもう究極なんか電気なんかもいいんじゃないと思う。で、基本的には一緒におるから、なんかだんだんそうやってなってくんじゃないの。なってってないの、その2年で。もうこれは、あ、こいつ絶対にここはもう引かない場所だから、ここは言わんとこみたいな部分って増えてきたんじゃないの。あ、もうそういうのは、あ、こうなったらこの人引かないから言う、もう、いや、ここはもう引いてあげようとか。でも逆に向こうも思ってくれてると思うんでしょ。向こうは最初から思ってるけど、いっぱいあるでしょ。だからそれがなんかミオだけが我慢してるのか、お互いに五分五分ぐらいなのか、7-3ぐらいで向こうの方がね、我慢してたんだよ。文句ねえかよ、お前。いや、文句じゃない、文句が言いたかった、文句が言いたかった動画じゃない、待ってください。最初に戻って15年も一緒にいる人に長年続く秘訣を聞いて。ああ、なるほど。文句はないわけね。文句は別にない、基本的にはね。今の話から言ったら我慢違う。お前と我慢しろ。それ5-5って言えるけど、また我慢しろ。全然5-5じゃない、7-3。で、そんなに、まあ、やっぱこっちも言っちゃう、その、うん、言わないでしょと思っても、やっぱたまには、電気してよって言っちゃうみたいな。うん。まあ、でも言い方だろう、それも。あ、電気ついとるで、消してくれるとか言うのか、ちょっと何回言えばいいのとか言われたら、イヤーするじゃん。じゃあ、まあ、何回言っとんのこっちも覚えとるわ、みたいな感じになるやん。だって、そもそも直そうと思ってないんだよ。言われたら毎回やるっていうレベルのことなのかな。いや、わかんないけど。やばい、電気つけっぱでこっち来ると思ったら、電気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 でも消してほしいから、でも焦り、何回言ったら分かるのって言われるよりも、電気電気電気って言われた方がまだ嫌に、いいよな。何かその小言に入っていっちゃうと、説教が始まると男は基本嫌だよな。何でだ、外我慢してる。これ使っていいの、それ今の小声。いや、見ようがいいから向こうがダメ。何なら8人ぐらいで向こうが。もういい、13分しゃべったし、まあもちろん。全然なんか、相談になった。相談っていう相談にはなってないけど、なんかちょっと違ったけど。結局、いないと寝られる。で、それは井村さん言ってただけですからね。私、一言もしてない、それ。ちょ、解決になったのかな、今後これから。まあ、でも、まあ、最初の方がきついんじゃない。まあ、俺がアドバイスすることじゃないけど。慣れていくまでがってこと。そうそう、逆に10年の方が辛いんじゃないの。なんかよく今。だけど、その、それもあるし、同じ本当些細なことで若い時に喧嘩したことヒートアップしてバーンなるじゃん。だけど、うん、多分もうお互い年取ってくるとそこまでならない。もういいわ、どっちかが多分諦める。まだエネルギーがあるから喧嘩になるだけみたいな。いや、なんかもう面倒くさくなってくる。まあそうじゃない、なんか言いたいことわかりますか。丸くなってくるんかな、やっぱり。でも言い方だけは気をつけた方がいいんじゃない。いや、みは多分本当にやばいと思うから。言い方だよ、すべてが。自分でもやばいなと思う。自分で言った後に思ってる。あ、今やばい言い方したと。いや、もうそんなもんじゃないのと思うけどね、若い時は。はい、でも言い方だよな、全てが。男も女も多分。でも逆に言い方直せよって言われても、ちょっと気をつけて言っとるけど、言い方変わってねえじゃんって言われるとマジムカついてる。そうなんですけどね。言い方みたいな。そうそう、それの言い方もあるんだよね、相手の。相手も言い方だし、だお互いが本当に言い方ちょっと気をつければ、まあ、大概のことは丸く収まっていくじゃん。まあ、ちょっと終わりましょうか。はい、今度は11月9日。9日。名古屋。名古屋。講師は？講師は、随時アップします。何なんだてめえ、そういうとこやて。
むせちゃった。グランだお前、そういう時だって。まあ今回はちょっと面白いな。するのに、フォロワー、本当に一つはフォロワー900人でもビジネスにすんごい活用、もう億単位で本当に SNS からの集客があるって、両名さん、まあ、あれこそ本当にみんな鉄板の話じゃない、めっちゃ聞きたい話じゃない、まあ、本当で懇親会もめちゃくちゃ盛り上がったしね、そうか、ぜひ参加してください。お願いします。はい、皆さんせーの、また見てね。何笑っとんの、また見てねって言ったから、ね、かわいいなと思って。